私はあなた方に言う、キリスト教で言う主なる神、ユダヤ教に言うエロヒム、あるいはイスラム教に言うアッラー、中国の孔子が言う天なる帝、天帝、そして日本神道で言うところの神の中心の、さらにその上にいる神、その姿も知られていませんが、雨の御中の地の神のその上にいる雨の御親神という神、すべては一人なんだということです。だからどの宗教も民族性や文化性の違いによって考え方が違っているかもしれないけれども、元なるものは一つであって、さまざまに魂を磨きながらこの地上で修行している仲間であるということに変わりはないのだということを知っていただきたい。民族の壁を越えるために天正輪廻という仕組みも作りました。今日本人でも、過去世は日本人でないことがあります。ヨーロッパ人であったり、中国人であったり、韓国人であったり、またその逆であったりすることもあります。そういう魂経験をし、また男女の両方の経験もして、人間は理解する器を広げようとしているんです。あなた方は今後宗教を理由にして国際戦争をしてはならない。あなた方は無神論か有神論かということで、宗教を起こしては宗教を信じるか信じないかによって戦争を起こしてはならない。キム・ジョンウンよ、神を信じよ。核兵器を捨て、ミサイルを捨てよ。習近平よ、神を認めよ。神のもとの自由と民主主義を認めよ。それが地球神の言葉である。人類は一つであり、地上的な争いを乗り越える神なる存在を信じて、その下に自由と民主主義を掲げる世界をこれから続けていくことを選び取るんだ。北朝鮮に必要なのは信仰です。中国に必要なのも信仰です。